どうも大輝です。今日はユニ町に来てます。ここユニ町で何をしようかなって思った時に、ユニガーデンっていうお花畑、なんかそのでっかい施設でお花がたくさんある場所があるということで、そこでねお食事スペースもあるんですよね。で Google で調べたんですけど、まさかの臨時休業ということで、まあ本当に残念だなっていうのもありますけども、今緊急事態宣言中なので、まあ仕方ないかなということで、ちょっとユニ町内の飲食店ちょっと調べて、でやっている営業している飲食店の方に行って紹介ですねっていう形の動画にしたいなと思ってます。ということでユニ町の動画をご覧ください。どうぞ。はい、どうもです。カラマさんっていうカフェですね。この農村地帯のところにポツンとこのおしゃれなカフェがあるというのを発見したので、ちょっと行ってみようと思います。こんな感じで車が横切りました。はい、ということでね、こんな感じで一見ポツンとおしゃれなカフェがあるんですね。行ってくるぜい。店内入りまして、早速ですね、服とか、なんかいろいろね、いろんなものが売っていて、ほんと店内もめちゃくちゃおしゃれな作りになってますね。テイクアウトとかもやってて、なんかいろんな活動をされている農家をやりながら、飲食店を経営しているみたいですね。店内も広くて、まあ、ゆったりできるような感じで、カウンターもあるんですね。夜はバーみたいな感じの経営もされているそうです。はい。外のね、テラス席なんかもあったりして、めちゃくちゃおしゃれですね。はい。メニューたくさんあって、まあ悩むんだよな、こういうの。何にしようかな。アイスとかもあるんだな、これ。俺はこれにする。ガーリックシュリンプですね。それではいただきます。このエビね、プリプリなエビに味が絡みつく、それがガーリックシュリンプですね。どっちかというと味がしっかりめですね。はい。なのでもう米もがっつりといっちゃうような感じで、濃い味で僕は好きですね。美味しい。あー、いいな、このニンニクの香りがね、ふわーっと広がって、この後ね、口臭がニンニクの匂いするかもしれないけど、特に用事もないのでいいんでしょう。はい、ということでお腹も満たされたので次のところに移動します。で、あの温泉のユンニの湯っていうところの反対側にユニガーデンっていうのがあるんですけども、 Google で昨日調べた時はやってなかったんで、まあ、ちょっと外見だけ見に行こうと思ってね、こうやって来ました。ん？なんか車たくさんありますね。お？なんか、あれ？でもこれやってそう、やって、え？やってる。ということで、ちょっと中の方を見てみたいと思います。外はこうやってお花がね売ってるんですよね。たくさん綺麗なお花が、僕あんまり種類とかわからないんですけど、たくさんあるんじゃないでしょうかね。こうやってね、外の掲示板には見どころっていう今の開花しているものとか、そういうのが貼ってあります。お庭でランチ、めちゃくちゃ魅力的。コキアエリア、コキアっていうのが結構有名なんですね。それでは入ります。はい、こっから入園料を支払って入るスペースですね。はい、中に入ってすぐ売店がありまして、もう結構広いとこですね。これいろんなグッズが売ってまして、まあ、お花に関連するようなものが多いですかね。もうちょっとおしゃれなものですね。はい。おしゃれなカフェからのおしゃれな場所に来てしまいました。はい。僕この時も T シャツとジャージ姿なんですけど、大丈夫ですかね？浮いてないですかね？こんな感じで、ちょっとショップ内もね、こうやって撮影させていただきまして、いろんなものがあります。
いいですね。食器とかもこうやってあるんだ。好きな人は好きですよね、こういうの。それでは早速、お花畑、お庭の方に行ってきます。はい、まず地図を見てみましょう。おー、結構広いね、かなり。どうやって回ろうかな。とりあえずは時計回りに回ってみましょう。僕的にはね、もうここにゆっくり座って、はぁーっていう感じが一番好きです。でも、とりあえず行きましょう。はい。まずね、もう広いですね。まだお花はこっからは見えないですけども、まあ、すごい整備されてるなっていう感じがありますね。お、なんか入るとこがあるんで、こっちに行ったらお花があるけないな、ないな。うん。まだここはない場所なんですね。まあ、次の方に。お、花ありましたよ。しかもこれめっちゃ綺麗じゃないですか。はい、これまた次もお花畑に写真が撮れるんですね、ここで。いいね。ああ、蜂さんがブン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 お仕事をしてますよ。これね、蜂がこうやって花粉を運んで受粉させて、農業とかだったらね、もう大活躍ですからね、蜂さんは。気持ちいいですね。やっぱこうやって天気のいい日にこういうお花畑を歩くっていうのは、飛行機が近くを飛んでます。はい、続いては白い花ですね。綺麗ですね。色付きもいいけど、また白も魅力的ですね。はい、また歩きながら、おー、ローズガーデン、バラですね。楽しみ、いいですね。バラが、まだないのかな？まだないみたいですね。はい。時期になるとめちゃくちゃ綺麗だな、きっと。フリグランスガーデン、やばい。もう名前がいいですね。幸せに包まれた香り。いやー、楽しみです。うわ、綺麗な花で。あー、香りがね、今ね、マスクをしてるんでね、難しいところですよね。園内マスクをしてくださいと言いながらも香りを楽しんでください。難しい。いや、でもね、もうこの画面を見てるだけでも多分みんな匂ってくるんじゃないですかね。っていうような感じで、はい。そしてこの広いスペースに、また言いますけど、僕はこういうところでね、もうゆっくりするのが好きです。あら、お手入れをしてくれてますね。わわわわ、なんだこれ。すごいですね。花道。ブロードウォーク、ブロードウォークっていう場所なんですね。あ、いろんなお花がこうやって咲くんだ。はあ、緑のバージンロード。へえ、すげえ。なんか奥の方に教会っぽいようなのも見えますもんね。ベジタブルガーデン。おー、お手入れたくさんしてくれてますね。いやー、すごいなー。やっぱりね、こういうコロナ禍でもこういうところ歩くのは多分すごい気持ちもリフレッシュになるし、いいと思いますね。ここなんか屋内施設ですね。屋内にもいろいろとあるのかな。おー、いいですね。ほんわかあったかい、蒸し暑いというかね、そんな感じの屋内施設ですけども、いろいろなお花がこうやってありますね。めっちゃ花あるねっていうか、この時期じゃなくてもあるっていう、綺麗なお花がたくさんね。これ、まあ、緑がまずね、綺麗ですね。はい、いやー、リフレッシュできました。はい、ご視聴ありがとうございます。ユニガーデンやってましたね。いや、なんかなんとなく最初にね、お食事行って、で、あのユンニの湯っていう温泉があるんですけど、その裏側にユニガーデンがあるんですよね。で、ユンニの湯に行く前にちょっとそっち側回ってから行こうかなと思って回って見たら、なんか雰囲気すごい、車たくさんあるし、俺やってんじゃないって思って近づいてって、
でパークゴルフ施設が併設してあるので、まあ、パークゴルフをしている人たちがたくさんいたっていう感じで車があったんですけど、結果的にですね物産展も、ユニガーデンもやってまして、まあその営業の時間を短くとかそういう感じはしてたんですけど、やってたんですよね。はい。でお食事食べた後だったんで、ちょっとそこのレストランでの食事はできなかったんですけど、ご覧いただいた通りにユニガーデンの中に入ってこれました、ね、これコロナ禍の中で、うん、絶対営業していい場所っていう感じもしますし、なんかあの車で来て、あのこの自然の中ゆったりと歩いて、なんか3密にはならないですし、花の匂いを嗅いで、まあ、自然の風を受けて歩いて、なんかこういったリフレッシュ癒され方っていうのがすごい今この時すごい大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。ぜひね3密を避けて何か観光したいなとか気分をリフレッシュしたいなっていう人はユニガーデンすごいおすすめです。はい、ということでユニ町の動画は以上で、次に行くのが長沼町になります。それではまたお会いしましょう。じゃあね。